この番組は再生リスト形式です。最後にご紹介するのは今注目のマルチクリエイター、こっちのケントで、はい喜んで。こっちのケントさんは TikTok で人気に火がつき、 SNS 総再生回数が約3000万回を超えるバイラルヒット曲死ぬなで広く知られるようになったマルチアーティスト。また俳優の菅田将暉さんの実の弟であることでも知られています。これまで音楽キャリアの素地となる磨き込まれたアカペラの技術を武器にした高い歌唱力と、オーソドックスな音楽の枠組みを飛び越える自由なクリエイティビティで着実にファンを増やしてきました。はい喜んでは、そんなこっちのケントさんのクリエイティビティが爆発した楽曲で、一度聴いただけでは気づくこともできない仕掛けに満ちた楽曲になっています。はい喜んでを作った理由について、我ながら未だにうつ病や躁うつが理解できず、どこからが病なのか、どこまでが優しさや我慢なのか、見失う毎日のため日々 SOS を出す癖をつけたいと思い制作いたしましたと明かしています。ミュージックビデオの昭和のアニメを想起させるコミカルにノスタルジックな絵は、軽快でポップだけれど憂いに満ちている楽曲と、親和性が非常に高い作品になっています。それではお聴きください。